はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルイージです。今日は This is the Police 74日目プレイしていきたいと思います。フリーバーグ観測史上最低気温を記録の見込み。9月26日時点でかなり寒いんですね。フリーバーグが北半球なのか南半球なのかもちょっとわからないですけどね。なんかね、雰囲気はアメリカっぽい、しかもどちらかっていうと、北寄りのね雰囲気がありますけど、わからないですからね。学校の教科書コスト、今年は 50% 上昇の見込み。 50% って相当アップしてますけど。最後、行政空港の改築費用に200万ドル割り当てということですね。これはフリーバーグに空港があるってことなのかな。でメモですが、イエイが3つ、視聴者マフィアについて、警察庁はハテナですね。もらうものは夏でも小袖。どういう意味だろう。もうちょっと分かりやすいメッセージにしてほしいな。毎回毎回ですけど、これだけだとはっきり言って意味が分からない。疲れすぎてフラフラ。まあ鼓動か、確かにもうゲージがないな。帰っていいよ。ケネディも帰っていい。ベイカーも帰っていいよ。サヌも帰っていい。徹夜で探偵小説ネプチューンの最後の誘惑。いやー、ミルサップにはダメだ。出勤してもらおう。これでいきましょう。今日は、1,2,3,4,5,6人で勤務か。ちょっとね、刑事1人殉職してるので、刑事の増員は早々にやっていきましょう。キール・コールマン、彼をシフト A チームに追加します。で、アパートハウスでの殺人事件ですね。これまたやつの仕業か。ただ今刑事は出払っているので、シフト A チームの時に派遣していきましょう。で、シャロン・モリスの葬儀、ジョナサン・ピーズリー、もっとその前にクリストファー・サンドからの依頼ですね。ジャック、今日の20時にゲットウォー地区でちょっとした用事、殺の邪魔が入らないようにしてくれ。20時ね。ジョナサン・ピーズリーも死亡ですね。優秀な刑事でした。刑事の交代はできなかった、申し訳ない。刑事を交代させる余裕なんかないんだ。殺人未遂事件、聖ヨハネ病院ですね。患者は歯科医が歯にドリルで激しく穴を開けたため、恐ろしくなってオフィスから飛び出して逃げた。その男はいつもマスクをつけていたが、目を見てはっきり分かったんだ。昨日の新聞に載っていた歯科医と同じ目だった。はい、これはもうガセ決定。歯医者が本当の歯医者なわけがないっていうことではないと思うんですけど、いくらなんでも嘘くさすぎる。さすがにないでしょう、これは。まあ、誤報でしょうね。ま、案の定誤報でしたね。不法侵入アパートハウス。年配の女性から通報。見知らぬ人物が玄関のドアを破壊しようとしているらしい。早く来て。猫も怖がっている。なんかこれ、普通に宅配業者とかなんじゃないのっていう気もするけどね。まあ一応警官を出しましょう。すぐ戻ってきてほしいな。忘れちゃいけないのが20時のクリストファーサンドからの依頼ですね。それはスルーをしなきゃいけないので忘れないようにしましょう。自動車事故ですね。おっと、アパートハウスの侵入の方ですね。おお、やっぱり問題があったんだ。よかった、出しといて。近隣住民の若い夫婦がその女の玄関ドアを激しく叩いている。猫の鳴き声がひどいと悪臭に耐えられなくなったんだ。彼女は50匹も猫を飼っている。なるほど。近隣住民にドアから離れてもらってからノックする。ドアをノックする。警察はドアを開けてほしい。猫たちに危害は加えない。まあこれだな。カラフルな色をした2歩が水引きアパートから逃走。男の住民は怒って猫たちを踏みつけた。おお。
どうしようかな。猫を捕まえて抱き寄せるか、続ければいい。お前の尻を蹴ってやる。警棒で膝を殴って男を抑制する。まあ猫を捕まえて抱き寄せましょう。猫結構好きですからね。で、自動車事故の方ですね。信号を無視して交差点に進入してきた車がバイクと衝突。目撃者によると、車を運転していた男は電酔状態か麻薬でハイになっていたようだ。男が車から降りると大音量で音楽をかけ、血まみれになって倒れていたバイクの男性の隣で踊り出したらしい。完全にイカれてるな。これはゴーディーにミルサップを出しましょう。女コンビ。まあ、そうこうしている間に、プロテクターとウッダードが戻ってくると思うんで、おっと、その前に八百屋ですね。年配の女性が野菜を買いに出かけると、一人の男が出口付近に立っているのを見かけた。歯科医にそっくり。歯医者に、歯科医にそっくりだったのよ。これはもうガセ決定ですね。もう歯科医関連のものは完全にガセだ。無条件でガセ判定していきましょう、もう。さあ、自動車事故の方の報告が上がってきています。無事犯人は逮捕と。自動車強盗未遂。通行人はフードをかぶった男が駐車場で車のドアをこじ開けようとしているのを目撃。その男は怒鳴りながら周りを神経質そうに見回している。こんなことしたらさ、目立ってしょうがないと思うんだけど、怒鳴ったりなんかしたら。さあ、20時になると3度からの依頼があった事件が起きるはず。これは無視しましょう。おお、ゲットー地区の方だな。強盗の方から行きましょう。農場経営者から震える声で通報。私の牛たちが消えてしまったんだ。牧場に走って行って大声で叫んだが、どこにも姿が見当たらない。そして空を見上げると、隣の牧場の上空に UFO が飛んでるのを見たんだ。もうこれガセ決定だな。しかとしましょう。んで、ゲット地区の方ですね。匿名の人物からの情報によると、大規模な麻薬取引が、廃屋にて行われているらしいということですが、これは、まあ、3度からの依頼なんで、スルーしましょう。で、自動車強盗未遂事件の方では、実際に窓を割ってますね。男が車の周りをうろついている。そして運転席の窓を割って中へ入り込んだと。ドアを開けて動かないように男に命令するか、男の様子を見守る。テザー銃を向け、両手を上げて車からゆっくり出るよう男に命令するにしましょう。フードをかぶった男がポケットから何かを取り出そうとしている。拳銃の可能性があるな。テザー銃で男を撃ちましょう。よし。ブラードも、能力値が100を、1000を超えましたね。さあ、児童キャンプでカウンセラーとして働くローランド・スレイトンから、気味の悪いコスチュームやマスクを身にまとった2人組の若い女が、子供たちに悪質ないたずらをしていると通報。女らにホラー話を聞かされ恐怖に震えた20数名の子供たちが森の中へと逃げ込んでしまい、未だ行方不明。不気味な格好をした女たちが子供たちを追い回し、死ぬほど怖がらせている。深い森の中に迷い込んでしまったら、もう子供たちは探し出せないかもしれないと。なんだろう、これなんか林間学校的なものなんじゃないか。一応護送車も含めて出しますか。2人じゃ行けない。1人で行けないんじゃなくて、2人で行ってほしいって言ってんだけどな。3度からは3000ドル、まあ3万円ですね。市民に被害が出てなければいいでしょう。まあ、農場の方は完全に、誤報ですね。まあ、分かっていた話ではありますね。で、新しい写真を3枚入手と、グラスゴー刑事からの報告が上がってきている。ちょっとこれは捜査をしますか。
誰かがドアをバンバン叩いて音がして、母さんにベッドの下に隠れているように言われたと。目を閉じて、耳を塞いで静かにしていたと、うん、ベッドの下を這い出すとお母さんが血を流して倒れていたと。ほう、検視官。被害者は頭を鈍器で殴られたことにより死亡。フィオナがお兄さんと汚い言葉で罵り合っているのが聞こえたと。うん、救急隊員は、男の子がテレビの前で、ゲームをしていたと。なるほど。アンダレ、これは被害者の兄ですね。こいつが一番怪しいですよね。となると、まず1枚目、やってきて、ぶっ殺されているっていう状態ですね。っていうことは、まずは、これ、なんか争った形跡はないって話でしたよね。後ろから殴りつけたっていうことは、争った形跡がないっていうのを前提に、ちょっと考える必要があるな。ちょっとこれだけだとまだ何とも言えないですね。で、こっちの方は新しい証拠写真は見つかっていないという状態。なかなか事件の方も進展がないな。とはいえ74日目終わりましたので勤務を終了していきましょう。はい、というわけで今回は74日目4日目プレイしました。次回は75日目プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。